I'm not afraid to die.
どうもありがとうございました。トリプルブッキングぐらいだったんですけれども、まあ、その中でやっぱり吉田が何か それだけの気持ちを持って僕に言うっていうことはいつも何かすごく僕らの人生にとっても大きなあのポイントになるので、やっぱりこれをやらなきゃいけないのかなということで、まあ、いっぺんやると決めたらもうスイッチは入りますんでね、11月に話されて、2月しかスケジュールがなくて全部のですね、で5月6日に出したいというこの3地点をちゃんと通り越えていきたいというのが、まあ僕のそのなんていうんですかね、集中したという、まあ、ポイントだったんですけども、はい、あの人はすごい、まあ彼女自身は言いませんけども、すごいもうデビューした時から、あるいはデビューする前から非常に努力家っていうか、自分では努力って言わないんですけれども、まあ、僕から見てると本当にそのずっと今まで走り続けてる人だし、やっぱりそのお客さんに自分の歌を聴かせるということには非常にストイックで、常にその 100% 以上のものを見せたいという思いが強い人なので、そういう意味では今回リハーサルの期間は短かったですけれども、彼女の姿勢はいつもと変わってないと思います。はい、正直言って、まあ、今回の「ビューティー&ハーモニー2」に関して言えば、ドリカムと限りなく近づいてると思うんですね。ドリカムの目的っていうのはやっぱり吉田美和の歌と詩を伝えるということが唯一の目的で作ったバンドですから、吉田がまだその今みたいなプロデュース的な能力をまだつけていなかった頃は、まあ僕がリードしてきましたけれども、やっぱり14、15年経って彼女がその自分をプロデュースの仕方を覚えてきてからは、まあ本当に限りなくドリカムと吉田美和は近づいてきてるというか、まあそういう意味ではこの「ビューティー&ハーモニー2」である種ドリカムとしての僕がやりたかったこと、吉田美和としてやりたいことが非常に似通ったものになったなということで、逆に言うとこのアルバムのおかげで「ドリームズ・カム・トゥルー」が自由になれるというか、またねまた自由になれるという思いはレコーディングの最中にして、まあ、それを吉田と話して、あそうだねということで、多分これをきっかけに「ドリームズ・カム・トゥルー」はまた新しい一歩を踏み出すんじゃないかな、多分もうちょっと僕のわがままが出るかもしれないですね、次のドリカムは。はい、あなたを絶対
見つめ合うだけで温かい思いが溢れる。こんな気持ちを教えてくれてありがとう。確かなものも永遠のどこにもないこの世界はあなたがいるから、あなたがいてくれるから、そこも私の愛がたどり着く場所。長くて私の愛がたどり着く場所。
してるってもっと言って、今すぐ聞かせて、青い空見ている気分になれるから、最後に浮かんだったのはいつ、早口なら一秒
確かに痛くてかなり死にそうになった傷は
I'm not afraid to die.
し私のどこに隠れてたんだろう。会いたい人には会えない。何気ない私の日
くなくて多分に漏れず頑固でいつでも控えめで笑うと可愛くて人を大事にして信じて裏切られて責めも恨みもせず家族を支えながら生きるその背中が教えてくれたことしい人でありたい迷う時には道しるべにそっと習ってくれる人いつでも歌ってて本当働き者でおにぎりと汁は世界一美味しくて誰より先立ちで負けず嫌いでこんなことにだっていつも一生懸命で生きるその背中が教えてくれたことあなたのように前を向いて大きい人でありたい心の灯台のようにそっと照らしてくれる人負けない夜を唇結んで耐え抜いてみたその手と腕は突く全部が今日まで温かいI'm not afraid to die.
調子に乗って花歌で
歌もここから旅立って今飛んでいた無音の色があるだけ。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろうか。思い馳せてもなお知ることかなわず誰にも知り得ぬまま